うわ、聞いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。ほとんどの方がお腹気になると思うんですけども、このお腹の出る原因、皆さん知ってましたか？痩せれば引っ込むよって思ってる方もいるかもしれませんが、実は下腹の力が弱いとお腹が出るんです。なぜかというと、下腹が弱いことによって骨盤が前傾してしまいます。そうすると腹筋が伸びてしまった状態の姿勢になって、お腹が引っ込まないんです。要するに下腹の腹筋をしっかり行っていくことによって、腹横筋にも力が入りやすく、日常的にお腹をへこんだ姿勢を作ることが簡単になります。そんなの分かってるけど腹筋辛いんです。首痛いし、お腹が疲れる前に腰が痛くなる。初級、中級、上級と3種目紹介してます。全部やってもいいですし、自分に合うメニューだけやってもいい。そして最後にとっておきなおまけを紹介しますんで、必ず最後まで見てください。今日も一歩前進しましょう。下腹の腹筋、代表的なのがレッグレイズですね。これは足を下げた際に腰に隙間ができやすい。足に力が入ってしまうと腹筋ではなく、ももの力で足を上げるだけになってしまいます。腹筋運動に思えて足の運動になってるんですね。今回はそうならないために片足だけで行います。仰向けになってください。まずは片手で足首を持ちます。反対の足を伸ばして、このまま足をゆっくり動かしていきましょう。まずは腰を床につけたままで足を動かしてください。足の力はできるだけ抜いてください。これが簡単だよって方も、このレベル3上級編は結構きついんで楽しみにしてください。まずはウォーミングアップと思ってゆっくり足を動かしましょう。はい、 OK です。次は反対足です。腰が必ず浮かないようにやってください。しっかり足首を持ってもらって、腰が浮かないように足を動かします。この次は中級編、ちょっと辛くなりますよ。はい、 OK です。今度は上体を起こしたままで足を動かします。片手で足首持って体を持ち上げます。このままで足を動かす。首疲れるよって方は反対の手で頭を持ちましょう。足を上げるときにしっかり腹筋を締める感じです。はい、反対です。お腹が疲れると腰が浮きやすくなるので注意です。いきましょう。しっかり体を起こしてください。起きれば起きるほどいいです。しっかりね、お腹の奥を使うために息も使ってください。はい、OK。 もう一回反対です。今度は足を下げるときに体を一緒に起こします。こういう感じ。頭持たなくていい人はね、手をね、床につけてください。足首持ってる力で引き寄せる感じになります。さあ、行きましょう。
て、今度は両足首持って分かります。起きるときにしっかり腹筋使って、しっかり背中丸めてください。お疲れでした。ここでもう一つおまけが実はあるんです。最近ゲットしたこれ、普通のフォームローラーに見えると思うんですが、実はこれバイブレーション機能がついたやつなんです。これめちゃくちゃ使い勝手が良くて、私は太ももに挟んだりとかして腹筋やったり、足に挟んでお尻のストレッチしながら腹筋したりしてます。で、ももが疲れたりとかするとももの上に置いて手を押して、こんな感じでガリガリしながら手も足もマッサージできます。これがね、めちゃくちゃいいです。これぐらい振動してるんですよ、実は。だけど押さえつけるとあんまりね、バタバタならないんで、自分でマッサージするのめんどくさいよっていうズボラな方はですね、気になる方は説明欄にリンク貼ってますんで見てください。頑張って最後までやったよって方、グッドボタン、コメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。